ですね、さっきからですね、ファイルをですね、こう整理してですね、クリーンにしてもですね、なぜかですね、削除してもですね、容量がなかなか来ません。で、今見るとですね、なぜこの500にアップしてますね。このような形でですね、何か録画が始まるとですね、まずいと思ってですね、カイドは、ファイルのですね、空きを増やしてきます。で、本当ですね、もうめちゃくちゃです。仕事できません。全く仕事できません。睡眠もできません。食事の時もですね、拷問が来ます。ずーっと脳内音声で。あと、思考操縦が来ます。頭にですね、何か激痛がですね、こう突き抜けていく感じです。今も邪魔されてます、喋るの。わかりますか？で、わざと数字を見せてます。54のところで見れました。今もですね、このような変な日本語になってるのわかりますか？彼らがですね、思考操縦してるんです。言動操縦してるんです。ここが喫茶店です。わかりますよね？こんな感じです。でですね、これからちょっと、今ですね、500ぐらい空いてるみたいですね。知らねえよ。いちいち聞くな、バカ。でですね、これ、見てください。日付見てください、日付が変わってますよ。ちょっと前にです、これ。多分違う日付だ。これちょっと一回再起動します。今も再起動というのが言葉いなかったですね。はい、リスタートですね。はい。で、またわけのわかんない表示されますね。このようにですね、私の思考がですね、操縦されていいんです。わかりますか？で、これはですね、全然問題ないんで、放っておきます。なかなか閉じないですよね。彼らはですね、とにかくですね、いろんなものを妨害してきます。わざわざですね、不必要なファイルをですね、そのまま残してるんですよ。開いて。でですね、録画させるじゃないですか。それをですね、削除しなきゃいけなくなるんですよ。編集作業が。わかりますか？これによってですね、時間を奪っていく、いくんです、私から。とことんですね、頭がおかしいです。どんな手を使ってるんですね、私を妨害します。というのがね。で、この音もですね、変な音になってます、私には。入るかバカ。意味わかんない。本当ですね、意味のわかんないですね、言葉をですね、投げてきます。主語なしです。動詞とかですね、名詞のみです。どっちかしかありません、毎回。死ね、バーク。これが行っているのはですね、アトスオリジン株式会社ですね、富山忠というものです。元マニューライフ生命です。こいつらがですね、私をですね、3度も、統合失調症という病気にですね、電磁波と集団ストーカー手口を使って陥れました。うまくですね、巧みに同僚たちをですね、利用してですね、貶めていきました。とてもいい人もいたんですけど、要はですね、大百生命のですね、舞台がですね、とても極悪でしてですね、まあ、彼らはあまり仕事ができない人間ばっかり残っていたんですけど、まあ、彼らがですね、そういうふうな、こういうことだけは長けていたわけですよ。要は、伝統的に、おそらくですね、行われてきたと思います。で、見てください、今、なかなかこう、起動しないじゃないですか。これはですね、カイドが妨害しています。間違いなく。ちょっと一回、電源をですね、今つながっていたんですけど、これ、削除しますね。削除しますなんて言わないですよね。外しますですよね。こんな感じなんですよ。わかりますか？毎回妨害されてます。そしたら今度回り出しましたよ。で、これ時間かかっているのはですね、彼らがですね、妨害しています。私じゃないです。マイクロ波なんです、これ、すべて。死なないから頑張れ、うっせえ。でですね、いちいち声かけてきてですね、日付がいつかとか聞いてきます。で、次にですね、このパスワードがです。入るかわかりません。ちょっとうるさくて。で、このタイミングですね、音は鳴ってますけど、超音波がですね、来てですね、違う音階が入ります、これに。
パスワードの入り方が遅かったですよね。こんな感じなんですよ。わかりますかね。で、パスワードが通らないんですよ。知らない。でですね、毎回なんですよ。意識させるんです。私は意識しないんですよ。スパコンからですね、すべてデータを送られてきます。やっとログインできましたね。してない、うるさい。で、彼らはですね、本当、頭の中で妄想させます。それを登録します。記憶化します。それによってですね、また病気にしようとしています。このテーブルが揺れているのはですね、私じゃないです。彼らが揺らしています。私の体を。こんな感じです。わかりましたか？で、今止まりましたよね。こんな感じなんですよ。死なない。で、転送しようとしてます。11。彼らはですね、あらかじめ自分たちで思い込んだものをですね、で洗脳するためにですね、ずっとやってます。これは。それもステルスでできます。このような感じで私はいつも妨害されています。以上です。